だが、次郎さん、お気をつけよ。猪熊の馬場はふと太郎の顔を思い浮かべたので、一人苦笑を浮かべながらこう言った。娘のことじゃ、ずいぶん兄さんも夢中になりかねないからね。がこれは次郎の心に思ったよりも大きな影響を与えたらしい。彼は秀でた眉の間をにわかに曇らせながら、不快らしく目を伏せた。そりゃ私も気をつけている。気をつけていてもさ、老婆はいささか相手の感情のこの急激な変化に驚きながら、例のごとく唇をなめなめつぶやいた。気をつけていてもだわね。しかし兄貴の思惑は兄貴の思惑で、私にはどうにもできないじゃないか。そういえば身も蓋もなくなるがさ、実は私は昨日娘に会ったのだよ。すると今日羊の下国にお前さんと龍本寺の門の前で会うことになっているというじゃないか。それでお前さんの兄さんには半月近くも顔は合わせないようにしているとね。太郎さんがこんなことを知ってごらん。またお前さん一悶着だろう。次郎は老婆のビビとして説く言葉を遮るように、黙って苛立たしく何度もうなずいた。が猪熊の馬場は容易に口を閉ざしそうな景色もない。さっき向こうの辻で太郎さんに会った時にも、私はよくそう言ってきたけれどね。そうなりゃ私たちの仲間だもの、すぐに刃物三昧だろうじゃないか。万一その時のはずみで娘に怪我でもあったらと、私はただそれが心配なのさ。娘は何しろあの通りの気質だし、太郎さんにしても一徹人だから、私はお前さんによく頼んでおこうと思ってね。お前さんは死人が犬に食われるのさえ見ていられないほど優しいんだから。こう言って老婆はいつか自分にも起こってきた不安を強いて消そうとするように、わざとしわがれた声で笑ってみせた。が次郎は依然として顔を暗くしながら、何か物思いにふけるように目を伏せて歩いている。大ごとにならなければいいが。猪熊の馬場はカエル股の杖を早めながら、この時初めて心の底でしみじみこう祈ったのである。かれこれその自分のことである。諏訪への先に長虫の死骸を引っ掛けた町の子供が三四人、病人の小屋の外を通りかかると、
中でもいたずらな一人が遠くからお呼び越しになって、その長虫を女の顔の上へ放り上げた。青く油の浮いた腹がぺたり女の方に落ちて、それから腐れ水に濡れた尾がずるずる顎の下へ垂れると思うと、子供たちは一度にわっとわめきながら怯えたように四方へ散った。今まで死んだようになっていた女が、その時急に黄色くたるんだまぶたを開けて、腐った卵の白身のような目をどんより空に据えながら、砂まぶれの指を一つびくりとやると、声とも息ともわからないものがひわれた唇の奥の方からかすかに漏れてきたからである。